お、どうもお疲れ様です。おい、こいつ知ってるか？いえ、初めて見る顔っすね。俺はそのコウスケのダチなんですけど、ちょっとはぐれちゃって。コウスケの？はあ、そういやあいつ今日も来てましたよ。マジで毎日懲りねえっつーが。なら誤解のはずだろ。なんでこんなとこにいんだよ。ですよね、それが俺にもよくわかんなくて。ところでコウスケは5階のどの辺に？階段上がって一番奥、式の間だろ。式の間？ああそうでしたよね、失礼しました。ではこれで。おい待て、お前ちょっと会員証を見せろ。コウスケにもらってんだろ。ああ、あれ、おかしいな、どっかに落としちゃったのかな。落としちまったか、そりゃ困ったな。すいません、次から気をつけますんで。いい加減なこと抜かすんじゃねえバカか。会員証なんてねえんだよ。てめえ何者だ、どっから入り込みやがったこの野郎。やってくれんじゃん。式の間ってのは何なの？コウスケ君はそこで何してんだ？うるせえ、黙ってくれ。大丈夫か？ああ、今まだコウスケ君の入ってたビル、見張りがいて一元さんお断りだってさ。なんかヤバいとこみたいだね。
コウスケ君は5階の式の間ってとこにいる。式の間？カイトさん、心当たりある？そりゃ鳥羽のことじゃねえか。鳥羽は他に式っていうこともあんだ。式の間って隠語のつもりかもな。そっか、確かに鳥羽なら見張りがいるのも納得だ。さすがだね、カイトさん。わからねえことがあったら何でも聞けや。侵入者だ、ビルに怪しい野郎が。なんだと。おい、どうした。おい、タボ、そこが秘密の鳥羽なら普通の学生が行くとこじゃねえ。どうやらコウスケのボロが出てきたな。だいぶグレーにはなってきたね。多分コウスケ君のいる式のままで行ったらもっとはっきりする。結論はそれまでお預けだ。仕事に妥協がないね。わかった、だが気をつけろ。そんなとこで捕まったらただじゃ済まねえぞ。了解。